そうですね、僕はあのゆりかごのあの扉からですね、あの、まあ、ある意味あの新たな人生があの始まったかなって僕は思っているので、ゆりかごに預けられてよかったと思うし、ゆりかごに預けられたからこそですね、今の両親とあの巡り合うことができて、この生活を送れてるっていうことには感謝してますし、もうゆりかごのおかげだと僕は思いますね。望まない妊娠とか予期しない妊娠をして孤立した女性がいたときに、その女性が頼ることができる、まあ、日本でいうと駆け込みってなっていますけれども、あの双子なり双子三本指をもういっぱいお家に入れてジュン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 しゃぶってたんですよ。指しゃぶりがひどくてですね、やっぱ寂しかったんだろうなと思って、夜とかもなんかちょっと怖い夢 見るのか泣いたりとかして、まあ、僕の中では埋まってないのかなとは思いますね。まあでもそのまあ前のことも大事だけども、今としてはですね、やっぱりその後が大切だと思ってるし、まあ、全てが全部分かるわけじゃないと僕の中ではもう思ってるので、そのピースが何個か抜けててもですね、今の僕はそのあまりその大きく思わないというか。